でもあのね、200勝された試合で監督ひどいことに3本もホームランを打たれたんですけど、負け投手のような表情で無然としてましたよいやあれだってキャッチャーの中澤さんがね、落ちうまい秋田だよなって言われそうですって、いやもうここで2本打ったんだから3本目はもういいだろうって言って、要するに三振してくれってことだよな、あいいですよっつって、その代わり変なボール投げないでくださいよっつって言ったら、おお分かったっつって初球かなんかにカーブを放ってきたんだ。それを何の気なしに反応して打ったらライトにホームランになっちゃったっていうね。だから話はできてたんだよまあこれは八百長でも何でもない当事者同士の話だけどね。で後日山田さんに会ってその話をしたら、中澤っていう疑り深いからなっていう話をされて、まさか投げてきたことないカーブなんか初球に投げてくると思ってないもんこっちだって。だからホームベースを踏む時、なんであの球投げたんだよっつってまさかあそこでカーブ来ると思ってなかったな、まあ、それで反応しちゃうっていうのはね、だからバッティングの基礎っていうのはそこじゃないのかな。あやっぱり反応しちゃうんです、うん、これはうまく打ちましたねとかって言うけども、そのボールに素直に反応してるかどうかっていうところが一番大事なんじゃないのかな。